実はね、うちの親って私が声優の勉強するの反対してるの。特に父親が。生活費は自分で稼ぐ、親には頼らないって条件で入学を許してもらったから、連絡が行ったら間違いなく連れ戻される。だから仕送りはちょっとね。じゃあ桜荘に来たらどうだ。え、ボロいけど家賃は格安、猫もみんな連れ戻してまた賑やかになったし、青山が来ればあいつらも喜ぶんじゃないかな。桜荘、考えたこともなかったけど。ちょっと騒がしいけど慣れれば悪くないぞ。部屋は椎名の隣が空いてるし。ソラタ、ん、どうして名前で呼んでくれないの。なんだよいきなり。名前で呼ぶ。真白って呼んだって言ったの。知らない人が聞いて俺たちの関係を安心まで困るだろ。ああ、それは二人の時は呼んで。今は二人じゃないから。どういうことなの。椎名さんと怪しまれる関係なの。待て、落ち着け。見ろ、早速誤解だって。やめる。眠いのよ。昨夜ソラタが寝かせてくれなかったから。いや、だから誤解した。ソラタ下手なのに何でもするから。ちょっと黙ってろって。黙りなさい。俺朝までしたから体が痛いわ。ゲーム、朝までゲームやってたんだよ。初めてのくせにこいつ妙に強くて。起きろ、誰も起きてくれ。辛いと俺が死ぬ。わっぱ神田くん、なんだよ青山さん。ずっと気になってたんだけど、二人は付き合ってる。どうしてそうなる。だって名前で呼んでとか、前に飼い主がどうとか言ってたし。あ、で、椎名さんがデートしてたの三鷹先輩だったし。その後ジンとラブホテルに行った。最終的には空田と泊まったけど。お前寝るか起きるかはっきりしろよ。うちら高校生やで。そういう見た目と整われた関係は。だから事情があるんだって。椎名もなんとか言ってくれ。うわ、ここは起きるところだろ。ええこと思いついたわ。なんでしょうか。誤解かどうか、桜荘に引っ越してこの目で確かめたる。いいか、ここに橋本ベーカリーの究極メロンパンがある。このメロンパンをあげる代わりに俺と一つの約束をしよう。約束するわ。まだ何も言ってねえよ。いいか、もうすぐ青山が桜荘に引っ越してくる。つまりあいつに俺たちの生活ぶりを見られてしまう。朝起こすのは俺、服を用意するのも俺、洗濯や食事の用意も、パンツを洗うのも、パンツを畳むのも、パンツを選ぶのも俺。この事実を知ったら真面目な青山は何を思うだろうか。究極メロンパンを食べたい。それは椎名が今思ってることだろうが。いいか、このままでは俺たちは完全に変態だと思われてしまう。だからこれを機会に今後身の回りのことは自分でするって約束してほしいんだ。するわ。お前食べたいだけだろ。いっそのことお前ら付き合ってるってことにしちまえば。どういう理屈なんですか。恋人同士って設定ならお前が真白ちゃんのパンツ洗っててもおかしくない。青山さんだって納得するって。おお、さすがジンさん、あったまいいって。そんなわけあるか。お、ノリツッコミとは珍しいな。ソラタの言いたいことは分かったわ。本当か。要するに、うん、私とソラタの秘密を守るために。意味深な言い方はしなくていいぞ。ナナミよ。ほう、ほふればいいのね。だから付き合ってることにしちゃえって。ほふるって武士かよ。ジンさんのはあくまでプラン B です。俺の相手をプラン A として進めます。ほふるのはプラン C ね。キャッカーねー。